狂気大溶接はい、今日も撮影頑張りましょう。おでもーす。からの左折していくわ。左折していくわ。おいや。定番の流れになってますね。これ今日も息がぴったりですね。ちょっとやっぱね、朝日がね眩しいんでね。そんなに眩しくないよ。ちょっと太陽がねチラチラ変わすんじゃないかなと思って、ね。あらかじめね、はい、やっぱ準備ですからね。大人は準備。ってことで今日はカントリーグ後期大溶接。今日こそは勝ちたい。後期初勝利いきましょうよ。今のところ2敗1分けということで。渋いね。はい、3試合って勝ち点1というね。渋そばだよ。いやだいぶ渋そばですね。箱そばですね。箱そばですか。いいですね、いいですね。美味しいですね。飲みますね。麺ですね。ということで今日は後期4節ということで、はい、ホームですか今日は。本日はホームでございます。おカモメ。今日はですね、はい、神奈川県立スポーツセンターですかね。あーそこか、はい、元体育センターと。はい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 。あそこあんまいい思い出ないんだよな。そうなんだよね。 あんま勝ったイメージないんだよね。まあエスペに負けるとか。そうだね。あとはボンズベルさんに負けるとか嫌な思い出ありますけども、もともとはね武田あそこ相性良かったんですよ。あそうなんだ。そう回収してから結構ね相性が悪いで、まあ、そろそろね、はい、そのジンクス持ち上がっていきたいということでね、はい、相手どこっすか。アベントゥーラ川口。おいやそこ本当にいいチームなんですよ。いや前期ね、はい、本当にその攻撃をよく耐えたと思います。あまあそうだね、うん、今あの前期の俺たちに、ね、拍手を送りたい。はい、よく勝ったねあれ。いやよく勝ったよ。はいこちらです。はい、なんとなくなんか 1-0 だったような2-1だったような、うん、なんかちょっと覚えてないですけど、勝ちは勝ちということで頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。朝飯紹介で飲むヨーグルトスーパーカップバニラ風味ということで。何それいやこれはねファミマで見つけてね気がついたら手に握ったわ。最近ブルーベリーのね新味が出たっていう、ね、あそうだねザバグルト。はい情報はねあのトゥイラーの方でね、はい、だいぶジャイラの方からいただいたんですけど、こちらですよ。スーパーカップってバニラアイスよ。で飲むヨーグルトです。いやいや情報かもうよくわかんない。ドラクエとファイナルファンタジーが勝ったから。あら夢のコラボ。それぐらいのコラボに俺は感じる。すごいよそれ、はい、クロノトリガーだよそれは。クロノトリガー。クロノトリガー実写版クロノトリガー。明太子マヨネーズ。しかもお値段そのまま 40% 増量ということでね。ファミマの増量キャンペーンって、はい、インターネットでね調べてる人見たんだけど、うん、40% って書いてあるのに意外と 45% とか。あ本当。優しいファミマ、はあ、企業努力されてますね。伸びるの食べます。麺じゃねえわ。これ何田所商店か。田所商店美味しいの。田所商店って行ったことないんだよね。正規になってて味噌ラーメン。味噌ラーメン、大人になってから味噌ラーメン食べたの。俺イメージは味噌汁がラーメンになってるみたいな。あはいはいはい、はい、そんなイメージだったんだけど、それを変えてくれたのがスミレ。スミレ。スミレはねもう味噌ラーメンのねもう最高峰ですよ。スミレの冷凍チャーハンをコンビニで買って食ったよ。おお教えてますじゃないですか。そう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 、はい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 、でもねグリーンピースが5個入っててうざかった。いやーグリーンピースね嫌いじゃないけど、うん、確かになんかあいつ紛れてるじゃんよ。紛れてる。あいつかわいそうなんだよ。あいつ自身もそこに入れられたら、うん、入れられるために生きてるわけじゃないの。はいはいはい。俺らこうやって繁殖してるわけじゃないのに嫌いだわって嫌われるってさ。そうなんかね、うん、調和しないんだよねグリーンピースって俺の中では。いやわかるわかる。存在感すごいよね。すごい。なんだろうなイブラヒモビッチみたいな感じ。どのチーム入ってもやっぱりキング。ああそういうことね。そうそうそう。イブラヒモビッチはグリーンピースってことですね。うん、そうイコールですね。怒られるな。こう裏道感すごいですね。そうですね。ここ割とねあの人気の裏道ですよ。この道まさかあれ痴漢ひったくり。ジャイアントの伝説のロードですよ。あそこか。あれ知ってる人もあんまいないんじゃない。子さんしか知らないね。あれは子さんだね。ただあの回とかやっぱぜひ見てほしいよね。どの回か俺もう分かんないけどね。俺も分からないけど。いやでも YouTube やってきてもう3年目ですか。そうだね。なんかあっという間ですね。早いわ。まあでもまだまだこっからね盛り上げていきたいんでね。あ山崎ショップ懐かしい。あ行ったことないよこれ。行ったことない、はい、うわめっちゃいい。山崎春のパン祭りだから空欄を埋めなさい痴漢ひったくりジャイアント会場到着。めっちゃいいグラウンドだね。最高ですね。天然芝でさっき雨降ってねちょっといい感じで濡れてるんだ、ね、でこのあちらがね、はい、向こう側に陸上競技場があって向こうも天然芝、うん、おはようございます今日
細貝選手ラストダンスということで今季ラストダンスです。ラストダンス今日ラストダンスなんで中に入ってる鉄を抜くという手段そうだ去年のね去年の後期のそれこそアベントゥーラ、うん、ああそうですね。アベントゥーラとの試合で腕をねちょっとやったんですよね。はい、あの自ら自滅してしまった伝説のプレーで、ダッサイプレーで自分が取られて取りいったらボールが手に当たって骨折するっていう。今じゃあここにボルト入ってんの？ここボルト入ってます。あ、それを抜くさ、うわあすごいよ。ミミズバレ、あーおーダサい、あっぱれダサい、あっぱれミミズバレかかってねえわ。だから今日がラストということでね、アンドゥトロワ、なんだそれ、そーれバレーやないかい。そのままバレーボール、シリコンバレー。キーパーワカフレッシュエンドフレッシュエンドフレッシュ、おえフレッシュフレッシュ。サイドバックがここに入ってって、ここを意図的にボランチに振る舞ってサイドが入ってことやってるし、だからあのボランチが寄ったら必ずそのサイドバックがちょっとここに入ってる。10時だぞ、全員集合。あ、これは今日ね、これはやるしキーパーワカバングラデシュ。あーん、ブラボー、あーん、桃尻アングルだ。はい、クロスケ YouTuber のタスク選手です。手術が終わったらもうあのチャンネル終了ですよね。クロスケ YouTuber 封鎖ということで、ね、今日で終わりです。はい、オッケー、よし、これ行きましょう、行くぞ、よし、行きましょう、よし、イーフットボールチャンネル。違う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 。はい、本日イーノちゃんのお母さんイクミさん来てます。イクミちゃん頑張ろう。本日順之介くんお願いします。よっしゃ、元気に行きましょう。わー、4、3、2、1、お集まれさあ、ということで迎えた後期第4節、3試合で勝ち点1という絶望的な状況、この逆境を跳ね返してこそタケルのドラマが見せられると思うので行きましょう。いや、次よ、次、そうぞ、やばい、やばい、
やばい。よし、お疲れ様です。お疲れ様でした。1対3ということで、1対3厳しい。なんか難しいよねサッカーね。もうなんか勝ってる時歯車がなんかいい感じで噛み合うんだけど、今なんか悪い方に噛み合っちゃってるっていう。そうだね。ここからまあ 2、3週間からか。そう、3週後にまたリーグ戦。じゃあ2週間空いて試合か。そう、その期間にね準備して頑張らないといけない。こういう時こそヒーローが出てきますから。そうだね、うん、まあ、俺がなるのか、それともキャナイがなるのか、うん、ちょっと新たな力がね出てくるのに期待して、はい、頑張っていきましょう、はい、ということで、はい、本日も支援物資いただきましたので、はい、紹介していきたいと思います、こちらですね、ラブネということで、確かにイロイフルホンダつくばさんにね在籍している YouTuber の方から、僕も支援物資私ですかと言われましたのでそしてこちら岡山の名家きび田楽ということで、きび田楽、はい、これを食べて今回の敗戦の傷を癒していきたいと思います。はい、私はこちらもらいましたよ。マルチビタミンと亜鉛をいただきました。めちゃめちゃ支援物資なのよ味覚とね、咳が出るのでね、亜鉛もね、味覚的にね、そうそうそう、結構正常に戻すみたいなね、うん、機能がありますから、次のリーグ戦ね勝利できるために準備していきますので、続きお祈りのほどよろしくお願いします、次こそ勝ち試合を皆さんにお届けします、はい、チャンネル登録、高評価、コメントぜひよろしくお願いします。ではお会いしましょう。じゃあと皆さんこんにちは、アメリカンデブことアニマ大生です。この度はアメリカにまた戻ることになりました。寂しい思ってないでしょ。寂しい寂しいか寂しい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 タケルに3ヶ月半ぐらいいて、やっぱいろいろ学べるものも多かったですし、我がさんのチャンネル出れていろんな人からやっぱ応援こうされてしてもらって、やっぱ自分またアメリカで頑張ろうって思えたんで、僕の夢はプロになることなんで、そこをやっぱ達成するためにアメリカでまた一から頑張っていきたいと思って、応援よろしくお願いします。頑張れアルバ。ツイッター、インスタどしどし概要欄に概要欄に貼っておきます。あのアメリカでいろいろ更新するんで、アメリカのサッカーライフ、サッカーライフ、ライトライト、ね、危ない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 、騙されてこった、危ない、グッドラック、アメリカンデブ、あうわ